テヘラン路は、大韓民国ソウル特別市江南区にある通りである。テヘラン路は、ソウル市道90号のうち、ソウル地下鉄2号線の江南駅から駅3道を経て、三成道のコイックス、貿易センターへと東西に続く、長さ 3.7km の区間であり、福音は 40m ある。江南駅のほか、駅3駅と、線量駅もテヘラン路にある。また、 テヘラン路は警察署の管轄の境界線にもなっている。テヘラン市長、ゴラムレザニクパイのソウル訪問を記念した石碑テヘラン路の石碑。韓国語とペルシャ語でテヘラン路と描かれている。テヘラン路の名称はイランの首都テヘランにちなむものである。1970年代は韓国の建設業者の中東進出が活発であったが、 1977年6月27日、イランのゴラムレザニクパイテヘラン市長がソウルを訪問した際、友好の印とするため、テヘランとソウルにお互いの名前を付けた通りを作ることが提案された。翌年、三両路がテヘラン路に解消された。当時この辺りは、1963年に、 ソウルに編入されたばかりの比較的開発の進んでいない地域だった。テヘランには市の北部のエビン地区の近くにソウル通りがある。韓国におけるビジネス、金融の中心の一つである。1990年代後半からは IT 系ベンチャー企業が集まるようになり、シリコンバレーになぞらえてテヘランバレー、ベンチャーバレーと呼ばれている。 韓国で最も高い超高層ビルや最も高価な不動産のいくつかがテヘラン路にあり、ソウル市政府は韓国のベンチャーキャピタルの半分以上、約2000億ウォンがテヘランバレーに投資されていると推定している。このエリアには韓国国内の主要なポータルサイトであるダウム、ネイバーやグーグルのオフィスがある。また、 サムスン電子や SK ハイニックスなどの電子機器メーカーがオフィスを置くほか、ポスコ、スタンダードチャータード銀行、シティバンクなど、韓国内外の様々な企業がオフィスを構えている。韓国最大の音楽会社であるカカオ M は、テヘランロに本社を置いていた。ありがとうございます。